九州工業大学大学院生命体工学研究科では、博士前期課程において2つの専攻が用意されています。生態機能応用工学専攻では、自然や生物の持つ構造や物質エネルギーの変換などの機能を工学的に実現して、環境エネルギーを軸に材料や生態に関連した研究分野が連携して、地球環境や人の健康に貢献するための教育と研究を行います。人間知能システム工学専攻では、人間知能の原理を知的システムや知能情報処理として工学的に実現し、自立ロボットや知的デバイスなどの知的なシステム開発を通して、産業界や人の社会活動へ貢献するための教育と研究を行います。そして博士後期課程においては、2つの専攻が分野を超えて融合し、生命体工学専攻として研究を進めていきます。これらを通して、産業界や人間社会、医療や福祉、そして環境問題など、現代社会の諸問題に含まれる様々なニーズに応えることのできる人材を育成していきます。